ヨシノボリは、アジアの熱帯、温帯の淡水から気水域に広く分布する、ハゼの一グループである。ヨシノボリという呼び名は特定の種類を指さず、ハゼアモクハゼカヨシノボリ族に分類される魚の総称として用いられる。生魚の体長は、どの種類も5から10センチメートル前後である。体の模様は、主観で様々な変異が見られるが、頭部には、赤葛色の線が入るものが多い。 ロシア沿海地方から東南アジアまでの熱帯、温帯域に分布する。多くの種類に分かれるが、類似種が多いことなどの分類学的問題により種の総数は不明で、詳細な研究は現在進行中である。各地の火星や故障などに生息する。吸盤状の腹びれで、川底の石や護岩に張り付くことができ、種類によっては、水流が速い渓流にも生息する。 これらの未成魚が川を遡上するときなどは、流れの横の濡れた岩場を遡ることもある。この様子から、足にも登るという意味でこの名がついたが、実際には、自分から足を登ることはない。川底の藻類やデトリタスを食べることもあるが、食性はほぼ肉食性で、水生昆虫やミミズ、エビ、魚の卵や、稚魚などを捕食する。空腹時には、 自分の体の半分くらいの大きい獲物にも、貪欲に襲いかかる。よって飼育下では、一緒に飼う動物の大きさに、注意しなければならない。オスは、繁殖期になると縄張りを作り、縄張りに侵入する他のオスを激しく攻撃する。一方で、川底の石の下に巣穴を掘って、メスを誘い、産卵を行う。巣穴には捨てられた空き缶などを使うこともあり。 春から夏にかけて川の中の空き缶を拾うと中にこの魚が入っていたということがある。他に浮き彫り、秩父なども空き缶をよく利用する。産卵後はオスがメスを追い出して巣穴で飼魚が孵化するまで卵を守る。孵化した死魚は海へこがわし、海で成長して再び川を遡る。ただしこがわせずに一生を川で過ごす種類や海の代わりに、 ダムや湖で成長する者も,もいる。山地の渓流から都市部の河川までよく見られ、身近な川魚の一つに数えられる。地域によっては食用にされ、干賞を用に飼育する人もいる。また、赤色を好み黄色を好まない。現在までのところ日本に生息するとされる、吉野り族は以下の通りである。研究者の鈴木敏幸らは、少なくとも14種に分けられるとしている。 黒吉登ライナゴビウスブラニアス温暖な海域に面した流れが速い小川に分布する。胸びれの付け根が黒く、尾ひれの付け根に太い Y 字型の模様がある。また、体色をよく変え、興奮すると体の横に黒い太い線が浮き上がる。黒っぽい体色のことが多いことが和名の由来。薬舞北集団と琉球列島集団の2アッシュに分類される。 極楽ハゼライナゴビウスギユライネス法に迷路のような細かい模様があり、体の横に黒っぽい、大きな反転と青い小さな点が並ぶ。奇水域に多い。島吉よのぼりライナゴビウスなゴヤエ法に細かいミミズのような模様がある。繁殖期のメスは腹が鮮やかな青色になる。和名は法や角ヒレの模様に由来する。九州以北集団と琉球列島集団の2アッシュに、 分類される。東洋シノボリライナゴビウスクロダイユの尾ひれの付け根に大きな大色の反転があることからこの名があるが、個体群によっては見られないものも多い。最も分布が広く、体の模様も地域差や個体差が大吉シノボリライナゴビウスフラビアティリス大きな河川に多い。制魚は全長12センチメートルに達し、大型になることが和名の由来。 胸びれの付け根の上側に、黒色の円形斑が入る。川吉登りライナゴビウスフラミニアスチギョが海に降りず、一生を淡水で過ごすことが、和名の由来。生魚の全長は4から6センチメートルほどと小型。胸びれの乗数が15から17と多種に比べ少ない。佃煮などで利用される。小笠原吉登りライナゴビウスオゴッサーランシス。小笠原諸島に生息する、両側海遊魚。 方に、朱色の点が入り、腹部は黄色。体の横に黒い大きな反転が並び、尾ひれの付け根に2個の黒点が垂直に入る。河川環境の改変、生息地の昇カ化、カワスズメ等の外来生物の侵入、遺伝的多様性の喪失などにより絶滅の危機に、瀕している。絶滅器具アイビールイ、ルリヨシノボリライナゴビウス水の岩妙は方に、 小さな青い点があることに由来する。制御の全長は10センチメートルを超え、大吉登りと同じくらいの大きさになることもある。急流を好み、分布地は各地に点在する。ビワヨシノボリライナゴビウスバイワンシスビワコ固有種で、全長4センチメートルほどの小型種。頭部の背面には、鱗がない。情報不足東海ヨシノボリライナゴビウステルマ、東海地方に生息している。 全長4センチほどの小型種で、東部の全災害感が見られない。ため池や沼、それらにつながる水路、川岸の止水域で一生を過ごす。島ひれよしのぼりライナゴビウスタイの異中国地方、近畿地方、四国地方に生息している。全長は4センチほどの小型種。第一背びれは有志とも伸長しない。おひれには横島が入って、オスのおひれ株に赤色が見られる。 池や沼、ワンドなどの止水域で泥底であるところを好む。一生淡水域で過ごす。学術的混乱を避けるために1900。平吉登ライナゴビウス SPDLDL とは、リプレストラージ、ダークタイプの略。和名は、流れの速い川に適応して、平たい体をしていることに由来する。吉の吉登ライナゴビウス SPMOMO とは、モーゼイックタイプの略。 他の何種類かのヨシノボリの持つ色彩的特徴をモザイクのように持っていることに由来する。頬には瑠璃色の点が入る。繁殖期のメスは腹部が青みを帯びる。青バラヨシノボリライナゴビウス SPBBBB とはブルーベリーミディアムエッグタイプの略。一生を淡水で過ごすが卵の大きさが川ヨシノボリと稚魚が海に降りるタイプの 吉野ノとの中間の大きさをしているため、木原吉野シと共に中、卵型と呼ばれていた。放乱したメスの腹部が青くなることが、和名の由来。沖縄東北部の実に分布する種。勾配の緩やかな水量の多い河川の縁を好んで生息する。ダム建設やグッピーの侵入等によって、近々の絶滅が危ぶまれている。あやヨシから分化したと考えられている。 絶滅危惧 A 類、ールイ、キバライナゴビウス SPYBYB とは、イエローベリーミディアム、エッグタイプの略。琉球列島に生息。一生を淡水で過ごすが、卵の大きさが川ノボリと稚魚が海に降りるタイプのヨシノボリとの中間の大きさをしているため、青バラヨシノボリと共になか、卵型と呼ばれていた。放卵したメスの腹部が黄色になることが、和名の由来。 河川環境の改変、グッピーパールダニオソードテール、ブルーギル等の外来生物の侵入、乱獲等により存続が懸念されている。環境省レッドリストでは未記載種となっているが、黒吉登りから平行進化した多系統群であることが分かっているため、単一の種として記載される可能性はない。絶滅危惧アイビールイ、ありがとうございます。